はい皆様こんにちはニュージーです口内炎がねすっげー痛え痛いなと思って動画回してますミッキーですいやほんとねもう口内炎できましたこの下唇の内側にできてて大きいやつがなんだろうね口内炎毎回できるねこれほんと嫌 口難炎がねできたようにねいろんな食べ物食べて栄養とかねバランス考えてフルーツとってますけどなんかねできるんよ口難炎一時したらなんだろうねこのループはもう口難炎がねできないようにねしたいんですがねやっぱできちゃいますよね口難炎本当と口易炎 口内炎本当嫌、うんだからもう誰かさ皆さん口内炎がねできない対策とかねこれ食ったらいいよとかさあったらぜひ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 教えてよもうほんとってことですよねもう口内炎しみるでしょもうこれが嫌なんよねほんともうしみるからさ口内炎 もうこのこの辺がさできないようにさしたいんだけどやっぱりできちゃいますよねこの辺はもう本当に嫌ですね、うん、だからね何かこうこれ食ったらならんよとかさこれ食べたら防げるよとかあったら何か教えてよフルーツもねリンゴとかね蜂蜜晩物からじゃなかったリンゴとかみかんとか食ってるんですけど ねフルーツビタミン豊富なでもやっぱこうできちゃいますよね睡眠もしっかりとってね寝て睡眠食事運動あ,あでもあんま運動してねえかな、うん、睡眠もね結構とってますけどねうんよく寝てるけどねやっぱ食事かなとりあえず、うん、なんか教えてよよろしく。